はい、四具類の、まあ、制限はね、なぜ入門を認められたかっていう話。四具類の制限はなぜ入門をね、認められたかっていう話ですね。まあ、小雁流のね、道場に、まあ、制限がね、道場破りに、最初来たんですけども、これ四具類の単行本の一巻ですけども、急にね、小雁流の道場にこう訪ねてきて、それで手合わせを願いたいと、当然これは、小雁、岩本小雁ですね、道場の主の岩本小雁に手合わせ願いたいと、まあ、練習試合の他流試合というかね、その体ですけども、まあ、これ道場破りだろうという感じなんですね。当然これ万が一小雁先生がね、制限に倒されたら、これは無双とは言えないわけだからね、うん、これは道場のね、看板に偽りありになっちゃうから、これ絶対に負けることはできないというね、そういう他流試合なんですが、じゃあなんでやるんだっていうね、そういうこともあるんだけども、まあそれは後からねお話しますけども、まあこのね、最初に応対したのが牛俣師範ですね。牛俣師範が、まずね門弟2人と手合わせしてから、その後でなら小雁先生出しますよみたいな感じで、これ決まりになってるんですね。毎回毎回これ小雁先生が出てきたら大変ですよね。他流試合の者がね、訪ねてくるたびにね、この、主の小雁先生が出てくるのは大変だと。うん。だからまずね、予選みたいな感じで、二人の門弟とやってもらって、で、勝ったら当然ね、小雁先生も出てきますよみたいな、そういう感じなんですよね。それで、まあ、道場の勃拳でのね練習試合が始まるわけですけども、こうなんていうんですかね、最初に師範代のね、藤木師範が、師範代かが行きますけど、これ道場の門弟の中では、この内弟子っていうかね、この門弟の中ではナンバー2なんですよね。まず師範代が出てくると、でその次に師範の牛俣師範ですけども、その上はもう小雁先生しかないわけね。まあ他の道場のね校庭たちはいますけど、すぐ来れないんで、これナンバー2ナンバー1、その上が小雁先生と、こういう序列になっていて、この場所ではね。それでいきなりナンバー2の藤木師範代が出てくるわけで、この藤木はね結構ガチ系でですね、やっちゃうんですよね。止めとかわかんないからね。止めとかしないから。これガチの試合を望んでるというかね。なんかこう台本とかわかんないわけよね。このなんていうか、そこそこにしとこうとかできないわけだから、やっちゃうわけですよこれね。それでこの小雁流のね、この道場の他流試合ではこれ殺してはいけないっていう決まりがあって、勝つんだけど、毎回勝つんだけど、他流で訪ねてきたものを殺してはいけないと。鼻とか、ね、耳とかをこう削いで終わらせるんですね。鼻とか耳とかを勃拳の先でねピッてこう切ってですね、なくすと。そうするとそのものは死なないんだけども、鼻が潰れたり耳が潰れたりして、それで他のとこまた去っていくわけだから、誰にやられたのって言ったら、小雁流のある道場でやられたんだというわけですよね。そうなると、ああ小雁流で強いんだねと。もちろんこの町の中の人は知ってるし、他の地域の人もね、その傷跡でこれだけ強いね門人が、これだけ強い浪人たちが鼻とかをやられてしまうと、じゃあ小雁流もっと強いんだなみたいな、そういう、まあ、宣伝になるからね。つまりこれ何が言いたいかっていうと、殺さないように勝つっていうね、それが求められるわけですね。まず難しいと。で、まあ制限とね、
藤木のまあ勃権の試合になるんだけども、これ最後あの制限が指絡みっていう骨手術っていうんですかね、その関節を決めるようなね指絡みで藤木をね、この動けなくして、それで足払いして、で結局骨手術決まって足払いだから変な方向にグリーンって体が回転して指が折れてしまうと、逆の方向にね右手の2本ぐらいがねボキッと折れてしまうと。で藤木はまだまだやる気なんだけども、牛又師範が止めたんですよね、そこまでって言って、これ以上やると大変なことになると、うん、藤木は止めないし、このね制限もなかなかやるなと。で多分骨手術だってこともね、指絡みだってことも見抜いてるんで危ないということで、大怪我したり死んだりするんで危ないから止めたんですよね。でまあ勝負としてはこれ藤木がね倒されてるんで、しかも指も折れちゃってるんで、これ決まりなんですよね、TKO ですよね、はい、テクニカルノックダウンでこれ止めたわけね、うん、これ練習試合だからこれでいいと思うんですよね、私はね。で多分そういう風にしろって言われてるんじゃないですかね、止めろっていう風に古賀先生が言われてるんじゃないですかね、もしかして最後までやっちゃダメだぞっていう風に言われてると思うんだよね、牛股はね。それでまあ止めて、次は牛股師範になるわけですけども、藤木はね、こう解釈しやすいんですよね、わかりやすいというか、うん。だけど牛股師範のねこの行動がよく読めないというか、矛盾してるというか、なんというかよくわかんないですよね。まずカジキっていうのはでかい勃権、練習用の勃権を出しますよね、どでかい勃権、これは武器を選んでるわけですよね、相手は木刀だけどこっちはカジキで行くぞみたいな感じで、うん、でこれでかいか有利かってそうでもなくて、でかいと取り回しづらいし、だからね不利っていう風にも言えると、うん、勃権ですからね、ちょっと当たったぐらいじゃ大怪我しないから、だからそのなんていうか、これカジキ持ってて前に入られると困るわけですよね。だけどなんていうか、牛股師範はそれを選んだと、はい。それでブンブン振ってですね、こう威嚇するというかね、はい、そしたらこう制限がこれでやめにしないかと、うん、これ意味としては制限が勝つからやめないかと、ね、このぐらいの勃権のね大振りだったら牛本氏は負けるからやめるのも手ですよみたいなことを誘うわけね。だけどこの実はこれは牛本氏の刀なしだって本気じゃないと、で本気出すわけですね。で牛本氏が本気のねこの振りというかそれをバンバンやってきて、それでまあ制限もちょっとこうね胸元の着物を切られたりとか危ない感じですね、避けますけども、ちょっとこのねカジキをまともに食らうと危ないみたいな、うん、そこでどう考えたのか分かんないけども、刀を置いて制限はこの入門させてくださいとこういうわけね。これ要するに刀を置いたってことは負けを認めて入門させてくださいと、牛又師範の方がすごい強いんですいませんでしたみたいな言うんで入門させてくださいみたいな、負けを認めるから入門させてくださいみたいなこと言うわけね、うん、これってもともと制限が意図していた行動だったんじゃないかなと私は思ってますね。なんでかっていうと、これ牛又師範に制限が勝ってしまうとね、また藤木のようになんか何とかして勝ってしまうと次古賀先生出てきますよね。古賀先生とやったらさすがに制限も無事ではいられないだろうし、万が一の可能性、制限がこの時点で古賀先生やってしまうとですね、勝ってしまうとこれ
小岩流の道場のね、あの名が汚されるというか、じゃあ道場主に制限がなるのかみたいな、そういう感じもありますし、とにかく制限としてはどっかで入門させてほしいと、それなんですよね。あの小岩先生にまで勝てるとは思わないけども、あの途中まで行って、途中まで行って師範代ぐらいまで行って、師範代ぐらいまで勝って、で、ここでね、あの終わらせるから入門させてくださいと、そして入門を許されると、それが狙いだったんじゃないかなと思いますね。なんでかっていうとね、なんでかっていうと、そう、なんていうんですかね、強けりゃいいって話じゃないんですよ。ね、こう剣の腕でのし上がっていくっていうイメージはありますけど、結局政治とかも絡まれますからね。やっぱりこのいい道場、つまり大名とかとつながりのあるような道場、この道場に入門して、それでのし上がっていって、結局城勤めみたいなとこまで行くと、うん、まあ多分最高のあれは剣術師内役とかね、大名のそういうことだと思うんだけど、よりね強い大名の剣術指南をやるとかね、そういうところまで上り詰めると、それが制限の目的であって、これ岩本小岩を倒したからそれでいいかっていうと、そうじゃないわけですよね。はい、だからこの制限たち、どうしてもこの名のある道場に入門したいということで道場破り来てるわけなんだけども、でこのね、こう土下座みたいなことをしていたらですね、牛又師範がですね、こう制限の耳元をピッて切るわけね、カジキで振ってピッて切ると、まあ、耳が落ちるほどじゃないですけども、ちょっと耳が裂けるみたいなことなんですよね。でこれ要するにまだ終わってないぞみたいな感じで、ちょっと牛又師範が怒ってるんですよね。それで土下座までして入門のねあれを見せたと、意思を見せたと、しかもつい先ほど師範代の藤木に勝ってるとね、じゃあいいだろうみたいな感じだけども、でも師範のね牛又は許さんと、まだ勝負終わってないみたいな感じで、でそしたらこれまずいなと思って、戦うこともねできると思うんですね、師範と、牛又師範と制限が。だけどこれ牛又師範に勝ったとしても、これどうすんのみたいな感じで、勝っても岩本剛が出てきてやられちゃうぞみたいな感じで、うん、さすがにこの時点の制限が小岩先生に勝つことは私難しいと思いますし、そう制限もね思ってるんじゃないかなと。はい、それでね制限逃げ出そうするんだけども、門弟が周りを固めて、で刀もね、藤木が固めて、要するに、制限は逃げられないように、しかも自分の刀もね持てないようにして、で木剣ももう離しちゃってますから、牛本師範のね、このカジキによって猛攻撃を食らうわけで、制限どうやって逃げたかっていうと、ジャンプしてこの天井のね梁のとこに捕まって、で上に逃げるというね、まあもちろん道場の中なので逃げ切れないんですけど、とりあえず上の方に行って木剣が届かないように時間を稼いだみたいな、そういう形の逃げなんですね。たら急にですね、牛本師範がこのペシッてね頭を叩いて、自分の頭を叩いて槍を持ってこいと、つまりこれ下から突くんだというわけですね。これでこれでパッと終わってですね、その後ちょっといくつかエピソードが、他のエピソードがあって、で急になんかこう制限が小岩流の屋敷のね座敷牢みたいなところ寝てるわけね、これ捕まって牢屋に入れられてると、で小岩先生のこう裁定を待ってるみたいな、で先生がどう言うか
やってしまえっていうか入門させるっていうかですよね。まあ小川先生曖昧なんであんまり急に動けないんでね。だから小川先生がちょっとまともになった時を見計らってこういうね道場選びで行きましたけどどうしますかみたいな感じ で藤木は倒しましたけどどうしますかみたいなことを牛又が気に入ったと思うんだね。で小川先生は入門を認めるってことでよだれ小豆ですよね、はい。まあ、その後はね入門したんで入門を許されたということなんですが、いくつかねこうちょっと分かりづらいというか難しいというかねこうどう考えたらいいんだろうっていう魅力的なところがありまして、まずね牛山田師範が正弦の耳をちょっと切りましたよね。カジキを太い木剣のねカジキを振って土下座状態のこの刀を離してる木剣を離してる、まあ正弦の耳をちょっと切りましたよね。これは伊達にするってことで、要するに殺しちゃいけないけども耳とかをね削いで、こう逃がしてやるというかね、そこまでにしといてやるっていう。で正弦が外出て耳がないですから、あれどうしたのって言われたら、いや小岩流やられましたねみたいな感じ で小岩流の名前が広がるというか、いつものパターンですね。いつものパターン、いつもは戦闘中にね耳を削いだり、あるいはもう負けを認めてるようなちょっとやめてくれみたいなこと言ったまあ他流のものを鼻を削いだりしてると思うんですね。だけどまあ土下座状態ではありますけど負けを認めてる制限の耳をね落とそうとしてると、これはいつもの方法だと思うんですよね。ただ今回はちょっと浅くてですね、制限の耳はちょっと切れただけだったと。これ制限運がいいんですけども、普通なら耳が飛んでるはずなんですよね。制限だけ耳のね、伊達にするのを、まあ許してやるってことはありえないですから、他流のものでね道場破り来てますから、それは他のものと一緒で耳や鼻ぐらいは落として返すということで、これミスってるわけね。牛股がこれミスでね、いいと思いますね。何も土下座してるからちょっとかわいそうだからね、耳をちょっと切るだけにしといてやったということはなくて、ミスっちゃって牛股がちょっと浅かったと。でもまあ浅かったら浅かったでもう一回振れば鼻とかいけるわけだから、でもう一回振ろうとしたら正義が逃げまくるというね。うん。で牛股師範はですね、この最後に大振りをした時に、カジキを大振りした時に、この通常の人間では逃げられないような胸の高さぐらいのこの横一線のね横の振りというか、はい、それをやったわけですね。もう壁とか壊れてるんですよ。だからこう人間が当たると死ぬとかそういうレベルのね振りをやって、でこれ制限だからジャンプして避けられましたけど、普通の人間はどっか怪我するとかねあると思うんですよね。まあ何だったら首が飛ぶとかそれもねあり得ると思うね。これフルパワーだから止められませんからね、制限が避け損なえば死ぬわけですよ。これ伊達にするっていうのはちょっと間違えてるかなみたいな、伊達にするっていう掟を破ってるかなみたいな、そういう全力のねスイングなんだけども、まあ運よくね制限が才能があってこれ逃げちゃいましたよね。飛んで逃げたと。だからこの時点でね牛股は冷静さを欠いてるというかね、はい。その原因はまあ藤木がやられたこともあると思うんだけど、制限がね途中でこう土下座して入門させてくださいみたいなことを言い始めたんでね、それにも切れたと、はい。何しやちやってんのみたいな感じで、だから熱くなってるというかね、うん。でバキって横に振って道場の壁がね壊れるのをやって、ね、制限は上に逃げたと、天井の梁みたいなところに捕まったと。でここでですねさらに追い打ちをかけることもまあ可能なんだけども、牛股はねセリフで、まあ、
天秤があり得るって言って、この才能があるっていうね言ってるんですよね。この制限は才能すごいあると、うん、だからこれそれを認めるということね。藤木はまあやつのことをすくたれ者、卑怯者というか臆病者というか逃げまくってるからね。だから意見違うんだけども、まあ師範のね意見が優先されるわけだから、牛股の天秤があり得る、まあ、才能があるものだと認めたってことね。牛股師範との戦いでは逃げまくったから負けですけども、別に大怪我してないし、しかも逃げた場所もですね、まあ、かなりいいところに逃げてるんで、普通の人では届かないような、ね、ところに逃げてるんで、だから才能は認めると牛股師範は言ってるわけですね。で、槍持ってこいっていうこと、言ったと。これ制限を針から下ろすために槍を持ってくるんだけ、持ってこさせるんだけども、これで槍をどう使ったか全く描かれてない。その後ね、下から突いたのかとかね、叩き落としたのかとか、あれ針をぶっ壊したのかとかね、全然書いてないんですけど、とにかく槍を使って制限を下ろしたと。私のね解釈では、これは槍を下からちょっと突いて、怪我しないように突いて、これ本気でやったら死んじゃうから置いておこうみたいな感じでね、下から槍を突いて、ちょっと突いて、もう終わってんだから、こっちもね、最後にやらないからちょっと降りてこいみたいな感じで、で小雁先生に聞いてやるからちょっと降りてこいみたいな感じで、要するに脅してですね、しかも餌、小雁先生に入門できるかどうか聞いてやるからね、この二人の門弟との手合わせを終わりにしてやるからちょっと降りてこいみたいな感じで言ったと思うんですよね。はい、もし降りてこないと槍でついちゃうぞみたいな感じで、そうだと思うんですね。はい、それで制限が入門を許されるということ。でね、まあ、小雁先生がその手合わせの状況を聞いてですね、こいつやるなみたいな感じで、じゃあ入門させてやるかみたいな感じで、牛股との戦いで逃げましたけども、でもまあ藤木は倒してるわけだよね。うん、だから師範代の藤木を倒すほどの男なんだから、これ小雁流入れたらいいぞみたいな感じで、できるぞみたいな感じで、だからそう考えたとしてもおかしくないわけね。うん、で小雁先生が、よだれ小豆をして入門させるということなんですよね。だからその制限が最初に意図していた通りになってると、ね、道場破りに行って門弟と手合わせをすると、である程度勝つと、である程度のところで終わらせて土下座して入門させてくださいと、このね道場の強さは分かったので、すごい強いの で入門させてくださいっていうふうに頼むと。で道場の方もですね、まあ一人やられてるからこのムカッとくることはあるんだけども、でもやっぱできる手の腕のあるものですよね。それをみすみすこうね他の道場に取られるわけにいかないし、小雁先生からも当然腕の立つものがいればね、ちょっと聞けと、俺に聞けとね、門弟とするかどうかは判断は任せろみたいな感じで言われてると思うんですね。でいかにですね、いかに腕の立つ他流のものとはいえですね、ここは小雁流の道場だし、門下生がすごいいるし、門下生ってその内弟子がいっぱいいるし、師範代も師範もいるし、何だったら小雁先生が出てきてね、流れ星を見せてもいいわけだから、見せるっていうのは要するに殺すってことでしょ。それでもいいわけだから、だから勝てるわけないんですよね。他流のものは一人で来て勝てるような場所じゃないと。うん、だから制限っていうか、まあ、他流のね道場破りの来たものは必ず負けるような仕組みなんですよね、ここの道場は。絶対に勝って返さないわけですよ。返すときは鼻とかを削いでおくと、負けをね認めたら
鼻をそいだり耳をそいだりして返すということで、絶対にこの勝って返さないというそういう状況なので、制限としては全部勝てるとは思ってないと。で途中でまあお願いしてね、手合わせして、ちょっとお手合わせしてお願いして入れてもらうっていうのが目的なんだよね。勝つことが目的じゃなくて、で結局その通りになっていて、師範代を一人倒して師範といい勝負して、まあちょっと逃げましたけども、でも腕を見せて、それでの入門を許されるというね、うん、まあ正義のその意図通りになってるということですよね。でやっぱり、ね、このあの牛股師範が2番目に出てきてね、カジキっていうどでかい勃拳、これをね制限に本気で振りましたよね。で普通の人だと避けられないような横振りもしましたよね。これはやっぱり牛股がですね、やっぱりこの興奮してるというか、掟に反してるというかね、殺してはいけないっていう、掟に反して、これ致命傷を与えるような感じになって、勃拳とはいえですね、頭でも当たったらそれは死にますからね、これね。だから、うん、その辺のね、牛股のこの、まあミスというか何て言うのね、興奮した上の行動というかね、掟に反するルール違反の行動というか、はい、これがねこの辺りの読み方をね複雑にしてるし面白いと思うんですね。冷静に判断してこの藤木の戦いを止めたっていう石本もいるし、あと自分自身がこう冷静さを欠いているというね、そういうのもあるし、で正義がこの天井に逃げたら急にまた冷静になって槍持ってこいと、つまりこれは政権を下ろして、で判断は小雁生に先生に任せるみたいな、それですよね。急にまた冷静になったりとかね、うん、まあそういうことなんですよね。